じゃあ、なごみちゃん、またね。はい、また。コーヒー飲んでたらさ、さコーヒー、うん、うん、なんか朝誘われたから、え、友達に泊まってて朝来た、うん、この後もう予定あるから、え、泊まってたの？うん、え、どういうことえ、海選手が泊まったわけじゃない？え、知ってたんですか？いや、知らない。え、マジで？いや、泊まってたっていうか、え、連絡先知ってんの？インスタの DM で連絡あった。え、カイ選手連絡、え、カイ、え、じゃあカイ選手はもう帰った？でもこの後用事あるから。分からん、全然ごめん。え、聞いてなかった？それで聞いてなかった、ごめん。 やることやったってこと？やってない。え、先生、分からんねんけど。で、普通にその前コラボさせてもらったんやか、その後から、まあ、ちょっと連絡取っとって、まあ普通にお礼のな連絡を取ってて、で最近また連絡来て、なんか近々会おうみたいな。え、コラボとかなし？普通に連絡来てた。意味わかんないけど。ごめん。いや、ごめんとかじゃなくて。どうしたらいいの？これどうする？今から。ただちょっとこれなんかもう海さんも巻き込んでる感じだから、はい、結構なんかみんなでちょっと話さないとやばいかなっていう気がする。ニュースとかになる問題なんで。そうだ。そうっす。どうしてですかね。多分事務所行って話すみたいな感じじゃないですか。ちょっとでも事実確認がまだないんですけど。泊まってった、なごみちゃんは。はい。はい。よかった。え、これお前がメモに、何モに見てた？え、だって怒られるかも。びっくり。超びっくりした。ボブ君、久しぶり。いやもう分かったわ、全部。いや、むしろ斉藤さんいるじゃないですか。どうした？いや、どうした？何かあった？何かあった？いや、びっくりしました。え、ドッキリですか？え、ドッキリじゃないかもしれない。ドッキリ。おわ、ほんまに止まった。回線しそう。いや、マジで焦ってんけど。大丈夫だ。全然反応分かんなかったけど、どう？コウ君、どんな反応した？え、なんか割と冷静。冷静じゃなくて。一応なんかびっくりすることもできないみたいな感じ。あっきりとなりました、マジで。ニュースなるとか言ってニュースなる。ほんまにそっち来週ぐらい週刊文春。幸せ。え、嘘やったんじゃん。普通にガチで友達に泊まってる。後で証拠写真見せるわ、友達の。ドッキリで裏でやってた。うん、そう、ちょっと早く来てもらってね。いや、そう、あの
今めっちゃ朝早いよね。なごみちゃんね、前前回流されたからね。はい。その仕返しということで今日はこうくんに。今日はちょっとこうくんを泣かそうっていう。全然泣いてない。焦りすぎて。びっくりした。ガチか。いや、よかった。いや、俺かけとは嫌いになりそうだった。あ、俺って気づいてた。え、気づきました。歩き姿で。歩き姿。どんな感じだったんですか、コウ君。普通に怒ってなかった。うん、怒ってた？怒ってたね。怒る前、なんか、びっくりして、とりあえず事実がよくわからんみたいな感じだったけど。ずっとおどおどしてたもんな。なんかとりあえず事務所行って話すかみたいな。そういうことね。いや、じゃあ。撮影は本当は今からやりますんで。ないね。あれドッキリやったんですよね。ドッキリやったね。ドッキリ大成功ということで。サプライズ登場。サプライズ登場で。サプライズ登場の仕方が。いや、だってコウ君またお会いしたいって言ってたから。いやいやいや、会い方よ。気まずいよ、ね。